文句だおらのコーナー。どうも、チンボン&ウンボーです。それはそうして破裂だご視聴です。なんだかんだでね、疲れちまいました。ねえ、明日っていうか今日か、今日はロフトプラスワンでゲームのイベントをやりますんで、当日券が若干あるみたいなんで、よろしくお願いしますっていうことですね。それの仕込みとかね、なんかその次の日に2日後ぐらいにあるんですよ。すげえ仕込みのいる収録が。それがね、もう大変でしょんねえね、ほんと。もう、まあ、詳しいことは言えませんけどね。疲れちゃった。もうほぼ、最近もうなんかもうほんと6時ぐらいに寝るから。ねえ。たまったもんじゃありませんわ。もう一日中寝たいわ。新時中。寝てみたい。ね。疲れましたわ。靴が合ってねえのか知らないけど、足が痛えし。足が痛え。腰も痛えしよ。ダメですね。ダメですわ。ちょっと。ねえ。整体にでも行こうかしら。っていうわけで、ちょっと、ねえ、エゴサでもしてみるか、エゴサでも。エゴサーチするか。エゴサーチしてみようか。傑作なのがあった。いちいち水曜のダウンタウンのアカウントに、リプライをしてるやつがいて、ザコ市長はあまり使わないでいただきたい。面白いものも面白くなくなります。腹立つね。なんなんだ。さ、俺んとこに言ってくるでもなく、番組のアカウントで直で言うっていうね。やっぱこれね、どんな人間かなと思って見に行ったんですよ。そしたらね、主婦だったね。ドイツ化は言いませんよ。そういうのは、炎上とかはしたくないんで。ね。でもね、どんなやつかっていうのを見に行くのは自由じゃないですか。で、見に行きますわ。ね、心して悪口を言ってください。ね。そう、見に行っちゃうから。見に行って別に何もしません。だから攻撃も何もしませんけど、見に行っちまいますわ、私が。はぁ、あ。何他の。他のやつを見るよ。これはザコ市長いらない。本当にイライラした。いいよ。ね、ダメだ、やっぱり何回見てもザコ師匠では笑えない。この人のどこで笑っていいのかわからん。ご丁寧に写真を貼ってるっていうね。もう何なんだっていうね。腹立つわ。わかりやすくさせてる。ね。
このザコ師匠が笑えないっていうのを伝えたいんでしょうね。腹立つ。まあいいっすけど。うん。まあいいんですよ。悪口言ってくれた方が。何も波風が立たないようになったら、もう私も終わりですから。ね。そう。だからね、一番ダメージを、私にダメージを与えたいんでしたら、何も言わないことですね。そう、何も言わなくて俺が探してる、あ、全然響かねえんだと思わせたら、あなたらは勝ちですよ。うん、そうそう、別にね、攻撃とかはしないです。うん。母がザコ師匠のことを嫌ってるのだが、うん。ザコ師匠の企画ぶち壊しかんよ。笑い。笑っとるやないかい。うん。結果笑ってるやないかい。俺で。な。うん。笑わしてやりましたわ。腹減った。もう寝るわ。もうちょいしますか？じゃあザコシで調べてみよう。いい意見もあるよ。だから賛否両論なんですよ。水曜日の録画見てるんだけど、ザコシ面白すぎて呼吸困難になって死ぬかと思った。ね。こういうのはいいですよね。こういうのは分かってる。うん。そう。ザコシマジで嫌い。面白いと思ったこと一回もないっていうね。うん。いいんですよ。いいんです。別にね。嫌いでも全然いいんです。だから、波風を立たない芸人だのが一番ダメなんですよ。うん。ね。嫌いと思われて結構ですわ。うん。そうなんですよ。ね。何もインパクトがないような芸人が一番ダメですから。腹減ったなぁ。ザコシ見ると元気になるっていうのはね、こういうのは嬉しい。ね。腹減ったな。この時間腹減るな、やっぱ。5時。うん。腹減ったなぁ。じゃあ、ザコ師匠で見てみるか。ふぅー。ふぅ。これいいね。ザコ師匠を初めて見たときクソつまんねえって思ってたのに、なんで今はこんなにおもろいと思っとるんやって、これはいいね。うん、いいですね。うん、この何年かでこうひっくり返しちゃったっていうね、これは嬉しいですわ。ザコ師マジツボだわ。うん、なんかね、あったんだよね。いちいちね、俺んとこにね、リプライをしてきたやつで。ね。あれ？これか。はぁ、眠てぇな、もう。あれ？あ、そう。R1 の時から、君で笑ったことは一度もない。ザコ！
クソつまらない君の名は、なんだそれ、うん、わけわかんねえよ。じゃあね、そういうことを言うんならね、ね、このコメントも面白い風に書けっつうの、うん、まあいいやね、そういうエゴさんもたまにするから、うん、たまにというか毎日してるけどね、うん、あ、毎日起きたらすぐエゴさしますから私エゴさ大好き、うん、エゴサーチが好きなんですよ、ほんとね。ちょっと待って、あ、ヘゴシッ、うん、まあまあそんな感じでね、明日、今日か、1月23日、沈坊ザコシのクソゲーム王国っていうものをね、やりますんで、ぜひ、当日券がちょっとあるということで、見に来てください。はい、今日はそんなところですね。はい、どうもありがとうございました。